はい、エンパス TV をご覧の皆さん、こんにちは。エンパスのゆうすけです。今回は前回に引き続きまして、さとかつさんとりりかさんとのコラボ動画になります。今回もまた引き続いて音さについてお届けするんですが、今度はどちらかというとちょっとチャクラとか入ってきたりとか、そういった感じの動画になります。よかったら、見ていただければ幸いです。ではどうぞ。次はチャクラ。そう、チャクラはね、ソルフェジオが、いいんですけど、そう、で、1番チャクラ、2番チャクラ、3、4、5、6、7、1、2、1、2、2番と7番、で、チャクラっていうのは対応している臓器とか、骨盤とかいろいろあるんで、なので2番ってなってくると、丹田のあたりですよね。そうすると、臀部とかこの辺の緊張を見てきます、腰椎であれば5番周辺とか、この骨盤の周りの緊張をちょっと見ていって、そう、この場合はね、実際にオーリングで合わせても大体ソルフェジオで間違いないんですね。で、2番で、この場合に、これも講座の話になっちゃうんですけど、ね、ちょっと言うと、音叉を回す方法まで考えた方がいい。音叉を回す方法まで考えた方がいい。この場合は、右に回す。これ自分の場合ってことですか？そうです。やっぱ一人一人違うんだね。なので、こういう状態で右に回してあげる。これは消化体みたいな感覚ってことですか？水まきそういうわけじゃなくて、もともとチャクラっていうのは車輪っていう回転してるので、じゃあどっちに周りでその人が調子悪いのかでもやっぱりちょっと違う。人にやっぱりやると、こっちがいい、左がいい、右がいいって言われてるんで、で、1、2、で、OK ってことで、これ筋肉抜けてる。それだけで思うんだ。抜けてるんですよ、これ。ねえ。1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7。で、次は、7番チャクラなんですけれど、7番チャクラっていうのは、確認するところではちょっとこれはネタバレなんですけれど、背骨のこの辺、7番チャクラっていうのは本当に際の方に、背骨の際の方に出てくるので、これに対して左回りですよね。OK。で、こちらの方に回してあげて整えていきます。やっぱ音は違いますね。やっぱ音は違う。綺麗だ。だからある程度上手になったら、やっぱりいい響きのものを買えばいいけども。それってやっぱ使い方をこう分かるようになってからだと思いますよね。チャクラまで行っちゃうとドレミはドレミ音階でダメ。ドレミでも合わせることができるようです。この場合は、万能ですね。結構だからおすすめなんですよ。ミですね。人とね、相性がすごくいいよね。で、整っちゃってるんで、この場合はさっきは経絡はパだったんですけれど、ミですね。だからドレミは意外にパ、でも音叉ヒーリングとしては、そのもうね、カバラ音叉であったりとか、全然
内臓の重さであったり、いろんなのが出てるんです。日の目を浴びてないけれども、万能なのはやっぱりドレミですね。まあでも音は違いますね。音はやっぱ違います。はい、そうなんですよ。で、7番チャクラやると際が緩んでくるので、こういうふうに音さびで変化が出ます。はい、すごい。これやらせじゃないですよ、本当。はい、まあ以上こんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。すごかった。そう、だから知ってもらいたいのは、音さを確実に合わせて方法が分かると、かなり体というのを改善させることが。まあ、これはセルフでもできるけど、まあ、さとかさ、もうそうですね、仕事として使うにも十分できるラインです、ね。まあ、ゆくゆくは講座とかで教えられて。そうですね、そうですね、講座で。僕も 本筋はまたヒーリングでやってるんですけども、それのプラスアルファとしてすごく力発揮してくれるんで、そう、これもね、広まってちょっとまた楽しいじゃないですか。確かに、共有してもらえる人が出ればなと思って、ちょっと講座をやろうかなと思いますね。了解しました。ということで、今回は、ゲストとして実際にやってみました。はい、里勝さんとゆりかさんにお越しいただいて、音さについていろいろやっていただきました。あとお二人のことは概要欄に書いておいたりしておきますので、よかったらチェックしていただければと思います。では、この動画がいいねと思ってくださった方、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。エンパスの